気楽屋の着物着方教室、佐久間です。今回はどなたにでも必ず1秒でおはしょりをまっすぐする技、お伝えをしてみようと思います。おはしょり、これはね、必ずまっすぐにしないといけないということではないんですね。ですけども、柔らかいお着物を着られた時、そうですよね、訪問着とか留め袖など冷装を着られた時、やはりね、帯下まっすぐ整えたいわって言われる方、たくさんいらっしゃると思うんです。ですけども、そういう柔らかい着物に限って、腰ひもできて斜めになったおはしょりをまっすぐに整えて、伊達締めで押さえる、このね、作業結構難しいですよね。つるつると落ちてきたり、重みがあるお着物落ちてきたりします。今日のこの後の実践編でお伝えする技は、どなたにでも、そして簡単に、あっという間にですよ、一重にできる技、お伝えをしています。どんなのかな、楽しみに見てくださいね。もうほんと見ていただいて、その場でできますよ。一緒にやってみてください。明日からまっすぐなおはしょり、皆さんに必ずできますよ。それでは、1秒でおはしょりまっすぐと前に、従来の着方でどれぐらい斜めになったものが1秒でまっすぐになるかというところを見ていただくために、従来の着方やってみますね。従来の着方というのは、腰ひもで着る着方を皆さんにご紹介をしてみようと思います。もうね、これは百も承知よって言われる方もいらっしゃると思うんですけども、比較のためにてくださいね。着物を羽織ったらお袖入れていきましょう。袖底トントンは一緒ですよね。掛け襟を合わせて背中心を合わせていきましょう。沿わせたら腕を上げていきますよ。お尻のとこピタッと合わせましょう。まず身丈下ろしていきます。今日は腰ひも、今から腰ひもで着ていきますので、締めると必ず3センチほど短くなりますので、床にぴったりとつけていきましょう。つまを上げたら押さえておきますよ。今日の私のお着物、ちょっと身丈が長いですから、腰ひもの位置もちょっと高めに、高めにするためにはウエストの補正をしっかり入れていますよ。ウエストの姿勢なしで高い位置に締めると、やはり体に紐が食い込んで、いつまでもここ紐ってね、主張してしまいます。はい、後ろのたるみも取っていいかな。息合いをしたらおはしょり切っていきましょう。ここもトントンと叩くと襟は戻ってきますので、沿わせるだけにしておきますよ。はい、ここで見ていただきます。今腰ひも締めましたよ。そして掛け襟と掛け襟中心を合わせて沿わせます。襟合わせしてみました。さあどうでしょうか。これだけ長いんですよね。おはしょり、必ずこれは左側が長く、船底というふうにね、船底型と私たちは言いますけども、斜めになります。必ずこれはなるんです。お着物を畳んでいただくときに、お着物は長方形の布をパタパタパタとね、縫い合わせたものですよね。平面にするとフラットで長方形の布に戻ります。それを私のようにというか、丸みのある体に巻きつけて、着物の形、こういう風に着ていくわけですよね。ということは、長方形のものを体に沿うように巻きつけていきますので、つまを上げると必ず反対側は長くなります。ですので、ここを調整していくんですよね。腰ひもで着られる方もここ調整されると思いますよ。必ずしないといけないというものではないですよ。私も粋な着物を着た時、
島の着物とか、そのような時にはもう斜めのままで仕上げることもありますが、ちょっと柔らかいお着物着た時などはやはりね、まっすぐにしたいなって思いますよね。従来の腰紐で着ていただくと、ここでおはしょりの一重上げ内側でしたら、どのように整えてたかというと、はい、斜めになりますよね。たるみしっかり落としてみたら、若干でも斜めになります。ここをまっすぐになるように、どっちが長いかなって言ったら左が長いんですよね。左上げておいて、そして縦締めでまっすぐにできるように埋めていったんです。この縦締めはモスの縦締めですけども、シャーリングのもの使われる方もいらっしゃるかもしれません。上げて、はい、まっすぐになってすっきりしたおはしょりできましたということですけども、何せここ上げながら縦締めで押さえるっていうのね、最初はなかなか難しいですよね。そこで今日の1秒でまっすぐという技になるわけです。次に使う1秒でまっすぐにするものは、お気楽屋でねおすすめしているウエストベルトです。ウエストベルトを使うことで、もう一瞬でおはしょりがまっすぐになります。今腰ひもで締めて斜めになった感じ覚えておいてくださいね。使うものはウエストベルト1本ですよ。先ほどは腰紐で締めて縦締めでまっすぐにしましたよね。今度はウエストベルトだけでまっすぐにしてみます。はい、着丈合わせるとこは一緒ですけども、ウエストベルトはそんなに身にね食い込みませんので、自分が着たい丈に合わせてください。もうね、体の中に入って短くなるということもないですよ。はい、ウエストベルトです。伸ばしてきてもう止めるだけ、結んで端っこをどこかに入れる、そういうこともねないです。はい、このままで沿わせたら下前確認しますよ。上がり加減どうかしら。ちょっと今日は大きな着物ですから中植え込んできています。はい、ここでおはしょり整えてみますよ。手が刀で丈長いなと思ったらね、ウエストベルトチュッチュッチュッって上げればいいんですよね。紐で締めてないからこういうとこも楽ちんですよ。はい、掛け襟合わせたら打ち合わせておはしょり切っています。あらあら、斜めちゃんってことですよね。ここから1秒で仕上げていきます。先ほどと同様に左側船底で長いですよ。あっという間に出来上がります。長い方のベルトを上に上げるだけです。はい、どうでしょうか。まっすぐです。途中で縦締めで上げるときにツルツルしたものを押さえながらやる必要ももうないです。ほら、まっすぐって離したって大丈夫。次に使うのは後輪ベルトのしっかりですよ。打ち合わせをして後輪ベルトしっかりでした時のいいとこは、背中のシワ取りも簡単にできてしまう。そして脇のダブつきもこの段階で処理ができるということです。合わせたらもう何にも考えずに寸法合ってますから止めるだけ。どうでしょう、まっすぐですよね。1秒で出来上がり。縦締めは胸元を広く押さえるだけです。あまりをここで押さえてるわけではないですから、今から締める帯の位置から出ない位置、ご自分が楽な引き綱で締めていただければ大丈夫です。これでおはしょりまっすぐを1秒で仕上げてみました。皆さんもね、どの着方、どれを使って着るのが正解ということはないですけども、今のように失敗知らずの方法、ぜひね試してみてください。
いつもなんとなくおはしょりがゴロゴロ斜めになってしまうの。というのも1秒で解決ですよ。試されてくださいね。お気楽屋の着物着方教師でした。